はい、こんにちは、こんばんは、たかです。週末の動画でも触れましたけどもね、今週は水曜日に CPI、あと FOMC があるんですね。まあさらに言うと金曜日は、日銀の決定会合も控えています。どうしてもなかなかこう大きなトレンドを期待するのは難しい状況なんですけども、ただ週末ですね、ドイツあとフランスですか、まあ政局不安というんですかね、与党が負けたということで、そのあたりが影響して、ユーロに売りが入って今週はスタートしています。まあ、ユーロ売りということですからね、ドルに影響してくるかどうかというのは少しこう話は変わってくるわけですけども、まあ、ユーロに売りが入れば、まあ、ドルには若干まあ買いは入りやすいかなという気はしますけどもね、そのあたりをチャートの方からまずは見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に平所を重ねています。チャートの方見てるとこれ窓を開けてるんですね。まあ、ドルが動いたというよりもユーロに大きな売りがどんどん入ったといった状況ですね。結果的に、まだこれ窓も埋めていませんから、レンジから下の方に抜けてきたという動きになっています。ただ、もともとですね、先週の金曜日、雇用統計で、まあ、かなりこう、数値も良かったというところで、こう、ドルが買われたんですね。その影響もあって、売りが強く出ていました。まだこの売りの流れが止まっていなかったと考えればね、この政局不安というのがあろうがなかろうが、まあ、一旦のブレイクはもしかしたらあったのかもですね。まあ、それよりも大事なのが、戻っていないということをですね、戻りが入っていないということは、まあ、結局は、まあ、ブレイクしてくるということになりますから、ブレイクしてくるんなら、少しこう、サイズを小さく見ないといけないですね。高値圏で足場を作って下に抜けたということですんで、波の反転が起こっています。もともと大きな下落トレンドがここにあるわけですから、戻り売りがまあしっかり入ってきたという状況ですかね。となってくると、こう波の起点までを見ていくとすれば、まだ下げ余地はあると。一気にガーンと下がってくる流れをイメージしているわけではないですけどね、下がったり上がったりしながらも下に抜けてくるんであれば、この安値圏目指した下落というのは出てくるかもですね。ただこれはあくまで今の流れを見ていけばという話でね、CPI、FMC、このあたりはこうトレンドを変えるパワーなんかもあったりしますんでね、まあひとまずこの CPI、FMC までの環境というところを抑えておきたいです。今のところこうね、窓を見るような動きも見えてません。まあブレイクという形も見えています。なかなかまあ押し目買いがうまくいってないような状況ですよね。まあ、ドル買いというよりはユーロ売りですかね。このユーロの弱さというのはしっかり見ていくことにはなりそうですね。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てももう完全に下に抜けてますね。このあたりで一旦流れが止まってくるんなら、まあ調整局面、次はレンジを疑っていくわけですけども、まあそれなりのトレンドがここも出てしまってますんでね、まあ多少の戻りは、警戒はしたいところ。この窓埋めなんかもね、もしかしたらあるかもしれません。サイズ感から見ていくと、多少窓を埋めたからといって、すぐにまあこういったね、戻りを強く意識していくというのはちょっと難しいですかね。大きな下落がありましたんで、まあ、この辺りまでの戻りがあったとしても、まあ、これは戻り売りということにもなってしまいそうで、まあ、若干のドルの強さは今も見てるんですけどもね、まあ、それよりもユーロですね、このユーロになかなか買いが入ってこない状況が、まあ、さらに出てきてしまったということで、まあ、ここ最近こうユーロも動きなかったですからね、ちょっとした材料で、まあ、トレンドは出てしまうかもしれないですね。まあ、今のところこう強く戻る動きをイメージするよりも、戻り売りをしていく場所をしっかり探るということになってしまいそうです。はい、変わりまして、こちらがユーロ円、1時間足に平所を重ねています。まあ、クロス円ということでね、ここ最近は強い流れがこの辺りだったわけですけども、ただまあ6月に入ってからも完全に調整局面ですね。レンジから崩れてくれば、これも大きなトレンドを見ていくことになりますけども、まあ、昨日もユーロ売り入りましたんで、まあ、下落の流れは出てはいるわけですけども、まだ割れてはいないですね。まあ、もともと僕はもうこの円に関しては若干の底堅さ、見ていますので、まあ、いつ割れてきてもおかしくないかなと、ショート目線で見たいなというふうに思うんですけども、ただ、まあ、今のこの現在地とか見ていくとちょっとこう売りにくいですよね。レンジを見てしまった場合は、まあ、高値圏というわけではない。やっぱり安値圏ですよね。そうなると、まあ、売りは慎重になります。では、リバウンドを見ていくのかと、買いを見ていくほど今、ユーロが強くないというのもありますんで、まあ、今の相場環境にあまりマッチはしていないかもですね。まあ、抜けてくればこれも話変わってくるんでしょうけども、昨日の値動きを見ていても若干の下髭をつけています。割れるかどうかは分かりませんけどもね、このあたりのサポートは意識はされていそうですね。168円の真ん中あたり。まあ、上値もそうですからね、今日なんかもこの168円の真ん中を試す動きは全然ありそうですけども、まあ、ブレイクしてくるかどうかと言われると、まあ、ちょっと難しいのかもしれません。まあ、円の方にこうトレンドが出てくれれば、流れも出てくるんでしょうけども、まあ、昨日の動きを見ていても円もちょっとこう調整っぽい動きになってきてしまってますんでね、まあ、金曜日の日銀の決定会合を控えているということもありますから、もうしばらくこの調整レンジは疑って見ていくことになるかもですね。戻りが入ったらね、この戻り売りは見たいと思います。ますけども、ちょっとこう場所が悪いですね。
はい、変わりました。こちらがポンドドル、1時間足に比重重ねています。このポンド自体は僕も強さを見ているということになるわけですけども、昨日もそんなにこう弱くはなかったですね。まあ、もしかしたらこうユーロに引っ張られるところあるかなと思ったんですけども、まあ、そんなことはなかったですね。まあ、ドルよりもポンドが強かったということで、下髭をつけてしっかり陽線になっています。まあ、これもレンジを見ているわけですけども、まあ、ユーロに比べるとポンドの強さというのはやっぱりしっかり見ていきたいと思いますので、レンジの安値でサポートが見えてくるんなら、これはやっぱりロング見ていくの面白そうかなと思いますね。ただまあ上げを見ていこうと思えば、まあ、ポンドの強さというところも見たいわけですけども、同様にこのドルの弱さですね、ドル売りも見たいわけですね。ただ、まあ、ユーロの方にこう売りが入ってきてしまっているという今のこの環境、まあ、CPI とか FMC、このあたりにまあドル売りという流れ、出てくれば面白くなってくると思うんですけどもね、まあ、水曜日までまだ多少こう時間もあると、それまではなかなかまあトレンドも生まれづらいのかなというところで、まあ、例えばこうレンジから抜けてくる動きとかね、そこまでを見ていくのはちょっとこう難しいですかね。昨日のこの環境を受けて、見えてくるのはやっぱり下のサポートの強さだったりするのかなと思いますから、仮に押しが入ってくるんならこれは押し目買い、しっかり狙っていきたいところですけどもね。ただ、まあ、環境からも安易な高値掴みとか、まあ、そういったのは避けてもいいのかなというふうに思いますね。基本的にはやっぱり調整局面を疑って、まあ、しっかり引きつけるというんですかね、チャンスをじっくり待つという環境のように思いますね。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に比重重ねています。このポンドの強さというのが、まあ、このチャートでも出てますね。まあ、円相場の方がちょっとこう方向感なくなってきていて調整局面が見えてきています。まあ、ポンドは若干の強さやっぱりありますからね。まあ、下がれば買いが入ってくるという環境はやっぱりあるんですかね。こういった調整見ていく、もしくはもう少しこう小さくね、こういった調整見ている人もいそうですけども、まあ、何にせよこう下から買いが入ってきているという状況がありますから、まあ同様にね、こう下がったところをロングで見ていくというのは変わらないですかね。ただ今の現在地はもうそろそろ高値圏、レンジからのブレイクに期待をしていくんであればね、この位置からも買っていくということになりますけども、まあ、昨日の相場を見ていても円もちょっとこうトレンドレスな状況なんですよね。ポンドに関してもそこまで大きなトレンドが出ているわけでもないです。やはりまあ市場の注目は水曜日の CPI だったり FMC だったりかなというふうに思いますんでね、この大きなイベントが通過してこないとなかなか大きなトレンドは見えてこないのかなというふうに思います。それまではまあ結局はレンジ相場を意識して見ていくことになるかなと思うんですね。そうすると今の現在地はちょっと悪いですね。売りを見ていくにはポンドが強い、買いを見ていくには高値圏、なんともやりにくい相場かなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に比重重ねています。昨日5ドルがすごく強かったですね。ここしばらく5ドルというのはすごく僕は弱さを意識してました。ドルが買われたら売りが入ってくるというのは今までのパターンだったんですけどもね、ドルに売りが入ってもなかなかこの5ドル買われてこないんです。まあ、これがしばらく続いていました。結果的に6月の相場というのは5ドル結構こう売りが強く入っているんですね。その影響もあっても5ドル弱さを見ていたわけですけども、ただ昨日この買いが入ってきました。ではこの買いで、トレンドの転換とか、下から買いを見ていけるのかどうかなんですよね。昨日のこの日足を見ても陽線ですよね。ただこのサポート割れたというこの事実はまだ変わってないんですね。下の方にブレイクしてきたんであれば戻り売りも見たくなります。まあ、単なる調整の戻りに過ぎないという見方もまだあるということですね。まあ、それだけこの金曜日の売り、これがかなりインパクトあったということになりますから、まあ、これをひっくり返そうと思えばもう少しこうしっかりね、買いが入ってこないとちょっとこう難しいのかなと。ただまあ昨日はそれでも最後までこう買いが続いていますから、まあ、今日もしっかり買いが入ってくれば、まあ、少しこう目線だったり、考え方も変わってくるかもしれません。まあ、5ドル売りを見ていく場合、まあ、今日が結構ギリギリのところですかね。今日も買いが入ってくると少し環境が変わってしまいそう。ただ今日売りが入ってくるとやっぱりまあ5ドル弱かったということになる。まあ、そういったまあギリギリのポイントかなというふうに思いますので、まあ、一旦売りを見ていくにはいい場所かもしれませんね。まあ、その結果こう陽線が立つようであれば一旦逃げればいいかと思いますんでね。まあ、抜けたら投げると割り切ってやっていくんならまあいい場所かなというふうに思います。昨日はすごく強かった5ドル、ただこの5ドル、かなり弱い環境だというこの目線はまだ変えずに僕は見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に比重重ねています。まあ、こちらも5ドルに買いが入りましたんでね、しっかり陽線立ったということになります。ただこれも高値抜けてないですよね。これ抜けていれば話全然変わってくるんですけども、抜けていない以上はこのあたりをレンジと見ることはできるわけです。ということはまあ環境としてはサポート割った売りのトレンド、これが止められての調整局面ですね。現在地もレンジを見ていけば高値圏ということで、まあ、もちろんこれ抜けてくれば話は変わります。ただ抜けてこなければ、まあ、売りを見ていくにはいい場所ということにもなりますよね。ただまあ昨日5ドル強かったですからね、今日も継続した流れが出てくるんなら、まあ、もしかしたらブレイクしてくるかもしれませんけども、ただ6月に入ってから5ドルずっと弱いですからね、基本的に僕はまだ目線は変えていません。
5ドルには売りが入りやすい状況はまだあるのかなと。ですから、まあ、売り場を探っていくというのはいいと思うんですけども、ただこれギリギリのところですからね、これ上の方に抜けてしまったら、ちょっとこう景色は変わってしまうと思いますんで、まあ、売りを見ていく場合は、まあ、抜けてしまったら一旦の撤退、投げると、そこはもう割り切って見ていく必要はあるかなと思います。まあ、逆に5ドルロングとかね、5ドルの強さを見たいという場合、まあ、ここブレイクしてくるかどうか、大きなポイントになってきそうですね。はい、ということで、まずは黒線ですけども、引き続き注目をしたいのは5ドル円ですかね。まあ、5ドルの弱さ、このあたりを見ているわけですけども、今の戻りが、まあ、いいところまで戻ってきているということで、まあ、抵抗体ぶつかってはいるわけです。抜けてくれば、これちょっとこう環境がありますけどね、抜けてこなければ、まあ、売りを見ていくのも面白いのかなというふうに思います。ただもう一回り大きなレンジをね、見ていく場合もあるかなと思いますから、まあ、抜けてしまったらこのあたりの高値、このあたりまでの上昇というのは見えてきますので、ショートを引っ張るような場所ではないですからね、そこは注意はしたいところですね。はい、あとはポンドドルですかね、ドル相、こういったレンジを見ているわけですけども、ちょっとやっぱり昨日の動き見ていても方向感はやっぱりないかなと、トレンドレスな状況というのは出てるかなというふうに思います。そんな中で、昨日ですけども、レンジの安値圏で少し底堅い動きを見せています。このサポートの強さを見ていくんならば、まあ下がってくればしっかりこう押し目買い、狙っても面白いんではないかなと思います。あとは注目はやっぱりユーロですかね。窓開けでスタートしています。まあちょっとこう珍しい環境ですけどね、まだ窓埋めていません。売りが強く入っている状況です。ただ、この窓埋めが起こるぐらい、買いが入ってきたとて、まあ、この売りのトレンドがあるわけですからね、調整局面見ていく場合、まあ、これも単なる調整の戻りに過ぎないということにもなります。まあ、環境を変えるというわけではないので、まあ、やっぱりそう考えるとこのサポート割れたというのはちょっとこう重いのかなという気はしますね。ただこの動き、ドルが買われたというよりもユーロが売られたんですね。ということはしばらくこのユーロ自体は、まあ、売り目線で見ていくのが面白いのかもしれません。ですからね、まあ、ドルにこだわらず、弱いユーロに対して、まあ、強い何かを買っていくというのも、まあ、一つの考え方としてはありだということにはなりますかね。まあ、例えばポンドを見てね、ユーロポンドとかね、あとはちょっとこうマイナーですけども、スイスフランなんかもね、今月かなりこう強いですから、まあ、ユーロに対してスイスフランを買っていくというのも、まあ、ちょっと面白いとは思います。あとはまだ動いてはいないんですけども、ユーロ円ですよね。この円相場というところ、僕はもう買い戻しをかなり今は警戒して見ているんですけども、ただまだそこまでの動きは出てないんですね。ですから実際値動き見ていてもそこまでの動きにはなっていないんですけども、ただこうユーロに売りが入ってきて、円の方に買いが入ってくれば、これはいよいよこのサポート割れる動きにつながってしまうかもしれません。まあ、昨日の動き見てるとまだ底堅そうですし、サポートなんかも意識はされていそうですから、すんなりスコンと抜けてくるとはあんまり思わないですけども、ただこのユーロリテルがね、続いて出てくるようだとサポート割れにつながってしまうかもしれません。このユーロリを見ていく場合、このユーロ円にも、まあ、ちょっとこう注目はしたいと思います。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。